うわマジかよびっくりしたあれだったな、銃口でえぐられたな顔を、ね、ずりゃってさ失礼した本当に今スタンド見てること言ってた、なんだかさー言いかけたマジで殺して笑いたかったやりてったぜ。いや本当ね、スタンドそういう風にやるから、そういう風に笑うからねあいつのあのサイコパスみたいなあの笑いがはっ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 て、普通にそう、なんだこいつバババババババ、あ死んだ死んだ、あはっ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 てあいつなんなんだってお前、じゃあ PUBG よりスタヌごっこの方が面白いからよ、 PUBG やめようぜ、もうスタヌごっこしようぜ、ずっと2人で PUBG よりさ、特別楽器の宮野ごっこしようぜ、一緒にあいつもやつがははっははって特別楽器でさあいつボーダーラインだったからな、確かな惜しかったらしい、なんか先生が言ってたけどもうちょっとで入るとかもうちょっとで何もうちょっとで特別学級やったし重すぎもクソもねえだろなんかテストがあってさ最下じゃあロス行こうかですね。まさかよ、新年初笑いがよ特別用語学校学級が出すと思わなかったのまさか堅くなに笑わずにいたのに俺は。いやまたじゃあね、いつか詳しく詳しくいつか詳しくどうした。いや思い出して笑いしまったじゃああいつの顔とさやべえ、まあんなヤンキーなのに、あんなヤンキーなのにマジかよっていう。そうなんだよ、恐れら、めちゃめちゃ恐れられてるのに。そうなんだよな今いやまあいいや何でした。ちょちょ、俺のさ、そのああ名前難しいじゃん、名前って あんまり日常感じじゃないんだけど。ああそうだね、小3の時に俺のことさ、読めねえでカツオって思ってさおいカツオってさあそうおめえに合わせてよ。あいつ今度配信で遊べ。おめえのこと、いいよ。あのね、おめえのことすげえ大好きさ。おい、カツオ、純一君は元気にしてるって言ってたよ、この前も。あいつ、純一君って言うかな。あいつなんかさ、そうやって言ってくれるのにさ、いざ会ったらさ、あんま話しかけてきてくんねえんだよ。俺も喋りてえのに。テレ屋さんだからないですな。ねえ、お互いテレ屋で、俺もテレ屋でさ、カツオもテレ屋じゃん。だからなんかね、俺はもっといっぱい喋りてえんだよな。俺バリアすげえあるよね本当にね。そうかな。いやだからおめえとかはさ、なんかもう仲いいからさ、そりゃ俺にバリアってたらなんか俺もショックだけど、じゃあそんな俺の友達とかには別にバリア張んない気がするけどね。いや俺すげえ張ってるわ、なんか気使ってんだろうな多少。あそう、うん、大丈夫、そういうふうに思われてないから別に単純になんかさ、うん、あれだ、絡みたくねえわ単純にあんまり。いやほんとやめた方がいいよ怖え、ちょ怖えから本当。で昨日も言ったけどさ、本当にお前都会ぶってんじゃねえ、調子乗ってんじゃねえぞ、俺んち来いやつってさ、それで朝の4時までさスマッシュブラザーズずっとやらされてさ。そういうのは楽しそうじゃないか。いやいや、すげえうめえの、しかも気違いみたいに本当に。あそうなんだ、うん、なんかうめえじゃんほな、さあずーっと回れ子供いんのに、あいつ一人で素直やってるでしょ。そう はまるとさ、そういう人たちってほらあれじゃん、上手くなっちゃうじゃん。お前そう、お前あいつのそういう目で見てたそういう人たちのこと見てたの、俺ちげえ、俺はあいつ普通になんかじゃ あれだと思ってたのに。担任の先生が言ってたんだよ、あいつ危なかったかんなって、もうすぐで入るとこだったからな、特別学級生。そうなんだ、うん、やべえな始末が悪いな、そんなそうなんだよ、めちゃめちゃ
パワーもあってさ、だってさ32のおっさんがさ、だってお前スマッシュブラザーズ本当にあれだよ、なんかあれだぜ、なんかフレームとか言ってんだよ、俺ストファイしか聞いたことなかったもん。おいおい、カツオそのパンチ4フレだからってそのパンチ何、そのパンチ4フレあれだから、4フレだからって、なんか半角だからとか言ってたの、なんか半角とかそれ あれでしょって。ストファイ一生懸命やってんだ、一生懸命やってる、スマッシュブラザー、任天堂64のスマッシュブラザーズを。純粋だな、純粋なんだよ。うん、そうなんだ、俺すげえ親近感湧いたわ。でもほんとね、すごいよ、うん、次の日は仕事でも3時ぐらいまでだ。しかもさ、友達やってるんじゃなくて鍛錬してるんでしょ、ちゃんと。え、あ、鍛でやってる、鍛でやってる、鍛錬してるんでしょ。あ、そう、鍛錬してる、ほんと普通に。すげえよな、すごいよ。だからやっぱ一つのことに一生懸命取り組む姿勢はやっぱりどんな姿形であっても美しかったな。だね、どうしようかな。いや、引くぐらいうまいんだよ本当に。見たいわ。お前スマブラやってか、お前スマブラやったことないの。俺スマ、なんかああいうさ、ちょっとデフォルメされた格ゲーって好きじゃないんだよね。ああそうなんだ。リアルな楽しみじゃないと格ゲーはやりたくない。面白かったけどあれね、結構持ってる人が限られてたイメージがあるんだよな、俺たちの世代だと。みんながみんなで持ってなかったじゃん。 64ってさ、あ、持ってなかったね。な、英雄だったよな、持ってるやつは。持ってるやつは金持ちだったよな、うん、通信ケーブルとかね、マルチタフとか持ってるやつが大体持ってたから。あれは熊田正史が持ってそう、超持ってそう。俺のとこゆうちゃんが持ってたな。もうおめえあれだな、普通に友達の名前です。分かんねえだろうけどな。相手はみんなおめえに会いたかったよ、みんなに。相手はみんなに、うん、なんだかんだでみんな YouTuber だってしたもんね、お前はね。あ、そうなんだ。そう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 。あ、いやでも正直カツオに一番会いたいかな。なんだ言ってるよ、あいつ言ってたよ。俺さ、カツオとさ、なんか家建て、なんか土方みたいな動画撮りたいわ。すげえ面白そう。カツオめっちゃ使えそう、マジで。いい感じにね、ね、うん、カツオ超使えると思う。てか AK 結べ、もう決めた。